君たち、ここは立ち入り禁止だよ。笑わせてくれるよ。事前に得た情報では精神異常者による犯行とされているが、これがただの人間の仕業だって。下手な情報操作だ。ならば誰の仕業？人間の中には人ならざる力を求める異端の者がいると聞く。そんな連中にあれを渡すわけにはいかない。到底人間に扱える代物ではないからな。この件は僕たちのやり方で処理しなければ。おはようございます。おはよう。かっこいい。でさ、ギリギリセーフ。もうもっと早く起きなよ。お前が起こしてくれなかったからだろ。急いだ方がいい。もう授業は始まってるぞ。なんだ今のは。こいつら。案内を頼む。は？この施設の責任者に会いたい。この者たちは。なぜ彼らのような者がここに。ありがとう、M21。君はもう下がっていい。まずお話を。お前がこのアカデミアの責任者か。私が誰かは把握していないのか。そうです、はじめまして。この国では僕たちのような者はこの学校とやらに通うらしいな。ここはこの辺りで最もいい学校だと聞いたが。そう言っていただけると幸いです。この能力はマスターと同じ。やはりこの者たちは。僕たちはここに転校してきた。そのように手続きを。私を普通の人間だと思っているのか。ならば。わかりました。すぐに手続きを進めましょう。頼んだぞ。その前に一件仕事の連絡をしてもよろしいでしょうか。転校生を紹介する。一人ずつ自己紹介を。レジス・ケイ・ランデグル。セイラ・ジェイ・ロイヤード。ちょっとかっこよくない？またかよ。俺らのクラス外国人の転校生多くねえかなあ、学ぶ。二人は日本での生活に慣れていないそうだから、田代、面倒見てやるように。また俺？分かったよ、やりゃいいんだろ。やっとライが慣れてきたとこだったのによ。なあ。お前も感じたか、セイラ。これほどまでのオーラを感じる人間などこれまで一度も。一体彼は何者だ。ここが学食。ささ、遠慮なく食えよ。つってもマラムのおごりなんだけどな。てらい、またラーメンかよ。好きだなお前。そういや箸使えるか。その程度のこと。
おお、使えんじゃん。なんなんだ、彼から感じるこの経験さは。そしてなぜ食事に手をつけない。ライ、また増えるの待つのかよ。食欲なくなるからやめろよな。あの二人、あんたのマスターのクラスに転入させたんだってな。ああ。いいのかよ。マスターの判断だ。まずは彼らの目的を探らねば、こちらも迂闊なことはできない。やっぱり普通の子供じゃないんだな。変な感じがした。あんたたちに会った時と同じ感覚。何者なんだ、知ってるんだろ。ノブレスってやつなんじゃないのか。ユニオンはそいつを探してた。詳しいことは末端の俺たちには知らされなかったが、ユニオンが持つ科学力の範疇を超えた強大な力を持つ何かって話だ。違うのか。どこから話すべきか。遥か昔、科学と文明が現代のように発達していなかった頃、人間はあまりに無力だった。獣や自然によってもたらされる恐怖にたださらされ生きるしかない。そんな時人間は彼らと出会った。彼ら。人間が恐れる全てのものを凌駕する強力な力を持った存在。故に人々は彼らを頼り、城の近くに定住するようになった。危険があると助けを求め、彼らはそれを拒まなかった。どうして。人間はそれだけ無力だったのさ。そばにいたとて取るに足らない、恐るるに足らない存在だと認識したんだろう。彼らは自分よりも弱いものを見捨てることができないんだ。それが力を持つ者の誇りであり義務だと考えているからな。人間は彼らの強い力を尊敬するとともに畏怖し、支配者として恐れ、いつしかこう呼ぶようになった。貴族と。それがあいつだ。貴族は人間を一方的に守るものだと認識している。故に私を普通の人間だと勘違いして手荒な真似はしなかったのだろう。人間はか弱い保護対象か。だから妙な力で支配してやろうってか。気に食わぬ。そのような考え方をする者もいるというだけの話だよ。その貴族っていうのがノブレスなのか。お前らもそうなんじゃないのか。正解とも不正解とも言える。うわっ、ちょ、何すんの。ここは俺が座る。もう。マナブはそっち座れ。なんでだよ、こっち空いてんのに。てれんな、てれんな。意味わかんないよ。おう、おテリー理事長。お邪魔してます。あれ、警備のおじさんじゃん。なんでなんで。彼にはここで住み込みで働いてもらっているのです。皆さん遊びにいらしてたんですね。あの、勝手にすみません。あ、コップがないじゃん。理事長、コップもらえます。ゆうちゃん。手伝おうか。いや、私がやる。この家とマスターは私が守る。まさか理事長の家に警備のおじさんまで居候してたなんてな。理事長って優しいんですね。
いえいえ、困った時はお互い様ですから。あ、そうそう、レジスとセラモンを理事長の家で世話になったら。は？いや、聞いてくださいよ。こいつらにどこ住んでんのか聞いたら、まだ住む場所は決めていないとか真顔で言うんすよ。いくら留学生でも行き当たりばったりすぎでしょ。そうなのか。まあそうだね。ここだったらライもおじさんもいるし安心だろな。私は構わない。もちろん構いません。レジス君、セイラさん、よろしければぜひ。すまないな、身を隠しているお前からすれば気が休まらないだろうが。所詮は居候だ。俺に気を使う必要はないさ。何かお手伝いすることがあれば。いえ、大丈夫ですよ。使っていただく部屋は片付けてありますので、もう休んでください。いや、マジだって。マジかよ。タトゥー。おそらくあれはユニオンと呼ばれる組織に所属する者の証。ナンバリングは被験者に与えられるものだと聞きますわ。最初に会った時から妙な感じはしていた。つまり奴は人造の化け物か。消えた棺、明らかに異能の力によるものにもかかわらず、それを徹底的に隠蔽された事件。そして時を同じくして人間どもに紛れ込んだ改造人間。セーラ、すごい偶然だと思わないか。確かめた方が良さそうですわね。あれ、レジスは？さっきまでいたよな。レジスは用事があるようです。そうなんだ。人間どもに混じって何をしている。力を得るために人間であることを放棄したお前のようなやつを僕は好まない。ああ、レジス、帰り道ちゃんとわかるかな。ライはよく道に迷うもんな。なんで急に止まんの。お前はなんで俺の隣なんだよ。あっちだろ。あ、何言ってるの。だから田四郎くん、外国人の姉ちゃん連れてんのかよ。やるねえ。なんだあんたら。マジ地毛、しかもすげえ可愛いじゃん。ちょっと。ああ、おい、俺の友達にちょっかい出してんじゃねえ。ゆうちゃん。聞いてた通り生意気だね。ちょっとついてきてもらうぜ、田四郎くん。質問がある。先月この辺りで連続して起きた怪事件について何か知っているか。こいつらあのことを調べてるのか。だがなぜ。そりゃああれだけ騒ぎになったからな。頭のおかしな奴が犯人だったんだろ。まさかそれを信じているなんて言わないでくれよ。何が言いたい。改ざんされた表向きの話ではなくて本当のことが聞きたいんだ。関係者の口から直接ね。事件を起こした人物、それに関連のある者たちについての情報を渡せ。お前ら改造人間の仕業か。指示をしたのはユニオンか。どうしてそれを知りたがる。奴らが奪ったものを取り返す、あれは人間の手には負えない過ぎた力だ。こいつらも棺を追っているのか。だがまだ気づいていない。ノブレスが外に出た可能性には。探す手間が省けてよかったな。
それを盗んだ連中なら死んだよ。嘘はついていないようだな。だが、それで解放すると思ったか！精神支配無駄だ。どうした？人間ごときはお前らに怯えてブルブル震えてた方が理想か？化け物め。レジス。セイ、どうした？少しばかり厄介なことに。あんた、仲間引き連れてお礼参りか。つくづくやることがダセえな。てめえ、お前が田代か。うちのチームの連中が世話になったそうだな。ちょっと調子乗りすぎたんじゃねえか。5体満足で帰れると思うなよ。学ぶ。で、あ、確かめてみろよ。つべこべ言ってねえで。言っとくけど、こないだの俺とは違うぜ。ガキがすかしてんじゃねえ。やれ。くそ。ゆうちゃん。アリスタだ、うつぶせ。さすがに人数が違いすぎるよ。引っ込んでろ。お前らには手出しさせねえ。出て行ってどうする？妙な力を全員にお見舞いする気か？話せ。見ろ、お前のお仲間は無事だ。あいつ、人間のくせに。なぜ？人間だって戦うべき理由があれば戦うさ。くそ、待てこら。いつもこいつも。ルーちゃん危ない。ここまでだ。田代もほどほどにしとけ。次仕返しに来るときは俺一人のときに来い。ダチ巻き込んだら許さねえぞ。ユウちゃん大丈夫？ああ、お前ら怪我ねえか？ああ、ライト、セイラもね。おお、サンキュー。いってて、大丈夫？少し見ない間に随分と野蛮になったものだな、人間は。あれは特殊な人間だと思いたいけどな。変わったんだろ、人間も。はあ、俺はお前らが知ってる時代のことは分からねえよ。でももう人間はお前らに支配される存在じゃない。一方的に守られるだけの存在でもない。何を知りたいのか知らないが、俺たちの世界を勝手に踏み荒らすなよ。生意気な口を聞くな、改造人間。てめえ、次そう呼んだら殺すぞ。その前に僕が殺す。できないくせに。そんなことはない。いざとなったらやる。ご勝手に。ああ、そうする。そうしろ。そうする。ああ、そう。